ました。最初はこんなに、上がって打つ勇気の人がいるかなって心配したんですけど、これからはへぐり囃子から亀山商店に切り替わる独特のお囃子をお披露いたします。どうぞ皆様、仙台が誇ります田村さんのこのバチさばき、お楽しみくださいませ。Thank you.
祭り囃子楽しんでいただきましたでしょうか。時間の都合もあります。まだまだこの太鼓の音を聞いていたい方も多いと思いますが、サプライズで仙台区の屋台からお菓子投げをこれから始めます。小さなお子さんも多いと思いますが、転ばないように怪我をしないように、また今日は風が吹いておりますから、お菓子の行く方向はちょっと分かりません。もしかしたら考えてもいないところに来るかもしれません。それと屋台の後ろの方にいる方もいらっしゃいますが、そちらの方には投げないつもりです。お客様のいる方ですので、どうぞ後ろの方にスタンバイしている方はどうぞお客様の方に回っていただきたいと思います。サプライズでこれよりお菓子投げを行います。どうぞ小さなお子さん気をつけてください。はい、こっちの方です。お客さんのいる方に向かってお菓子を投げるそうです。転ばないように。さあ、もうそろそろ始まると思います。さあ、今屋台がちょっと移動しています。屋台の前の方に投げますので、はい、それでは準備しています。さあ、いいですか。